まあ、羽賀健二容疑者がね、うん、容疑者、羽賀健二さんね、羽賀健二さんですよね、受刑者、受刑者ですね、受刑者、今失礼しました、でも今もう一個容疑があるから容疑者か、うん、ね、またちょっと強制執行があれですよね、要はその自分の資産を隠して、まあ、隠してたってことですね、で、はい、奥さんも逮捕されました、はい、元妻か、離婚してるからね、そうね、元妻もね、一応ね、はい、逮捕されました、夫婦でっていうところですけれども、ね、羽賀健二さん、いやでもやっぱり期待の悪なんじゃないですか、ね、やっぱりそうです ね、 やっぱ人として見てみると、う、ね、もう本当に事実だけ並べるだけでディスってる感じに映るんですけど、実際に取材してきたらね、やっぱよっぽどのことやっぱね、あの梅宮さんの、ね、アンナさんのところとかも、ね、あれもやっぱ征夷大将軍って言って、ね、その上りを作っていかに自分が誠実だっていうふうにこうアピールしてましたけど、た、ね、昔ね、ところがどっこいやっぱりその梅宮さんが希代の悪だっていうふうにこう、うん、あそこまで行ってしまうっていうのは、まあ、アンナさんに見つかせてたわけじゃないですか、まあ、アンナさんは今も芸能人でいらっしゃるから、うん、その元の彼のことについてはあんまり、ね、はいはい、ひどいこととかおっしゃったりとかしませんけれども、相当のお金持っていかれてますから ね、 ね、だってもうね、沖縄のオープンの我々も取材にね、うん、行ってたけれども、あの時のね、実は舞台裏でね、うん、そう、お金承認のにならなかったらお店のオープンできなかったっていう、はいはいはい、ね、あそこのレストランと、うん、いやだから逃げられない状況に追い込んでっていうの、それ手口じゃないですか、うん、はいはい、だから結局、ね、そう別れた後も、うん、梅宮アンナさんはその時に作った借金を返済するために仕事してましたからね、なんかピアノとかも出されたりとかしてね、うん、でそれで一方でその羽賀さんは何やってたかっていうと、いわゆるこのデート商法みたいな、うん、あの貴金属で、はい、マダムにこうホストみたいな感じで、ね、これお似合いですよみたいな感じでやって、で何千万とかするような宝石売ったとか、そういうことやってましたよね。それも取材行きましたけれどもね、でもその時にもやっぱり女性がそばにいましたよね、あのスポンサーっていうのかな、なんか応援してる方がいましたね。でもまあ本当こんなこと言ってちょっとあれかもしれないですけど、不謹慎かもしれないですけど、僕でも生で見た芸能人の中で一番かっこよかったですけどね、羽賀健二さん。あ、そうですか。であと話取材した時もすごいソフトなんですよ。私詐欺師にしか見えなかった。見えなかったですか。いや見た目はね、いや見た目だけですよ。やっぱタッパもあるし、やっぱちょっとがっちりしてるじゃないですか。だけどなんかハワイで、うん、ハワイの年末年始の正月の取材で行ってた時に、羽賀さんも、うん、あのバカンスで遊びに来てて、うん、ちょっとその時はね、あの宝石のお仕事をされてる時だったんですけど、うんうん、はい、いて食事をする場でね、一緒になったことがあって、うん、で当然ご馳走していただくんですけどね、当然とかって言っちゃったんですよ、はい、なんかほら他にもあの記者の人とか皆さん、はいはい、他にもいっぱい懇親会みたいな、ね、やってた時に羽賀さんと偶然会って、でなんかね、なんだろう、かっこいいって言ったけど、かっこいいし、言ってることとか、なんか人に何かお願いするときって、なんかあの、うるうるなんか、そういうような目をすると誰かが言ってましたね、本当にこの子の言ってることは本当なんだって思わせる、なんか言葉、表情、仕草、うん、だからそれも手口だって言ってんのよ、さっきから。それが上手なの。そうそう、だからこそああいうことでお金を引っ張れたってことですよ。まあ、まさに嫌いのと。そうですね。なかなかそうああいうタイプの人いないと思います。ね、私だから、いいとも青年隊の時から個人的にこう知っていて、六本木で遊んで、よく彼は遊んでいて、他のいいとものメンバーは、あのそんなにこう夜遊びとかでやるかなかったですよ。で、あの人は、まあ、とにかくモテたし、あとその女性のナンパの仕方がもうこう過激なぐらいやってましたから、毎日日替わりで女の子を連れて帰ってましたよ。で、まあその時はただのチャラい感じだったんですけど、言葉もやっぱ巧みでしたね、その当時から。で、もうずっとその人格がその続いていて、で彼がその収監される直前に、私ね、その中村さん話を聞いてくれっつって、あそこ疲労のね、天元寺にね、天元寺カフェってところがよく2人があのデートしてるところですよね。そうそうそう、あそこでね、あったんですよ、うん、そしたらね、あの自分がいかにその善良な人間であるかっていうことを涙ながらに私に言ったんですよ。すごいじゃないですか。目にこう涙をためて、じゃあもう本当に今その報じられてることは嘘なんですよと、うん、でいやこっちはほら裏を取ってるから、それは、うん、嘘言ってるのはあなただと思いながらも、この表情を見たらやっぱりこう、いや目に涙を浮かべてこうやってるわけですよ。うまいですね。で、あのなんかちょっとここから先は芝居がかかってるんですけど、あのその当時結婚されていたその奥様とそのお子様、はい、赤ちゃん、生まれたての赤ちゃんを
あ今あのうち来るんで紹介してきますとか言って、そして 赤子をこう連れてこうやりながら奥さんがいて、であの中村さんお世話になってますみたいな感じで、そこでやられて、なんかじゃあこんなちっちゃい子がいるのにどうなっちゃうのかなみたいな心配も こっちも抱くじゃないですか、はい、だからそのもう泣き落としにまんまとやられるところですねでも、はい、もう思わず信じ込んじゃうような、本当ね、本当ね、演技力とあとそのトーク力を、そうそうそう、でしかもね舞台装置がねちゃんとね決まってるんですよ。疲労の場合は天元寺カフェ、あとはあの、白金台だったら、はい、あのブルーポイント、あそこに毎日いて、ね、そうでもう従業員ともなんかもう小芝居みたいな感じでできちゃってるんですよね、はい、じゃあ演出能力まであるじゃないですか。そうそうそう、すごいですよね。だからそこにね、そこにこう引き寄せたら、もうそこでもうあのもうもうちゃんとこうあの言ったら詐欺的な感じの台本ができてて、できててみたいな、はい、芝居が転がっていく。そう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 。